目に、はい、初球か、初球に打ち行きましたけどね、その姿勢の中で自分がどういうふうにボールが見えるかっていうのも確認してほしいところでもあるんですよね。そうですね。さあ盗塁一つ決めれば、あっと、あっと、牽制はタッチアウトになりました。セーフじゃないかとアピールしていて、井口監督がリクエストを要求します。感覚的にアウトセーフっていうのは難しいんですよね、はい、ああなるほど。荻野からすれば回り込んでるので、タッチされてないと、はい、左手が先に入ってるんじゃないかということですよね。はい、ああどこで触れたか、あ確かに左手が先に入ってるように見えますね。これはね、うまいスライディングの仕方ですよね。さすがのテクニックですかね、はい。これ右手でそのまんまベースに入っていったら、はい、多分アウトなんですよ。うまく左手で、はい、あかいくぐってる形ですかね。回り込んでるので右手引いてますね。はい、いやこれも瞬間的な判断ですよね。素晴らしいですね、はい、このテクニック。右側にタッチが来ると見て左側でキャンバスに行って右手を後ろにこう下げるような形でした。でもファーストはどうしてもベースの前のところにミットを落としに行くので、はい、回り込まれると届かないケースってあるんですよね。あそうなんですか、はい、でも僕もファースト、はい、どうか判定はセーフに切り替わります。お見事です。ここは荻野のスライディングのテクニック、走塁テクニックが